ロイドご飯の時間がやってきました。イエイイエイ、はい、今回は、はい、神奈川県横浜市まで連れてきてもらってます。あ、車でね。そう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 、今回はね、うん、横浜なんですけども、家系じゃなくて、うん、たまにはね、家系じゃないラーメンも行こうじゃないかと。そう、楽しみにしてます。行きましょう行きましょう、ゴー。Thank you.
割とすっきりしてそうだったんですけども、うん、いや全然そんなことなくて、ね、割と濃厚でしたよね。濃厚だったよね、うん、あれね、魚介だしであんな油感って自分感じたことなくて、あれ何油なんだろうね。はい、とあとね、この返しの味っていうか醤油の存在っていうか結構前にガツンとくる感じで、うん、思ったよりもガツン系のなんかそう、なんか、うん、あの雰囲気で繊細なお店構えからしてね、うんうん、感じかなと思って意外とね、あと3種類のチャーシュー、うん、はいはい、なんか多彩って感じ、あのなんか風味が乗ってるチャーシューちょっとキュッと締まったのと、うん、ありましたね、ちょっと柔らかい方、柔らかいのと、うん、あと鶏チャーシュー、はい、 ね、 うん、ね、その3種類ね、うん、うん、自分本当に結構翻弄されて、あの鶏チャーシューが、うん、なんかなんだろう、これバジルの香りかなと思うような、なんかわかんないけどこう香りがついてて、あ、いろんな素材がこう一つの中にギュッと まとまってる感じでしたよね。確かに途中で、うん、七味ですかね、あの辛味入れたんですけども、あ、そうなん、うん、入れたんですよ、うん、そうするとね、途端になんていうんですか、味がまろやかになりましたね。あ、そうなん、うん、あ、全然思いつきもしなかった、何もしないで食べちゃった俺。いいんじゃないですか。いいですよね。だって普段めちゃめちゃ味変するやん。家系だったらもう鬼のようにするんだけど、しなかったな、うん。なんか、ちょっとマイルドになって。へぇー、うん、マイルドなんだ。うん、あとあの麺がね、うん、結構なんかもうよれた感じの、うん、なんか麺だね。まあ、縮れてたね。縮れてね。でもものすごいプリプリっていうか、うん、ほんとツルツルっていうか。だったね。うん、本当にこう、舌触りのいい麺でしたよね。うん、であんまりこう、不思議なんですけど、うん、最初から最後まで、うん、あまりこう、スープを吸わないイメージでしたね。本当そうだね、うん、確かにね、そうですよね、うんうん、自分はあの結構麺は普段ツルツルとかの麺好みじゃないんですけど、うん、ここのは結構ね、自分は麺は好きでした。あ、米の方はどうだった？米はね、うん、初めあのなんか一応ライス食券買って出したら、うん、お店の人がこれで量いいですかって聞かれて、ね、あれ不思議、あの食券買ってんだけど量はね後からちょっと増やしてくれて、うん、結構いい感じでね、そう増えてましたね、美味しかった。うん。うん、あの、まあ、家系の時に好きなような硬い感じのお米と、うん、お米とは違うけど、いわゆるもう標準的な感じのお米で食べやすいお米っていうの、なんか。ああ、わかる。だけど、今日のスープには、うん、固めじゃない方が合うような気はしますけどね。うん。うん、そういう意味ではね、あの、美味しかったです。あ、さっき言ったスープの、うん、濃いめのスープと、ご飯で、うんうん、結構うまかった。なるほど。うん、はい。ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。